さんこんばんは、グリーンズのサインチェンゾマサです。今回のグリーンズチャンネルは、先週に引き続き佐渡健さんと美恵子さんをお迎えしての、ゲスト回となります。先週の続きですね。先週が前編で今回が後編という形になりますので、もし先週の前編を聞いてない方がいらっしゃいましたら、そちらを聞いていただいてから今回の後編をお聞きいただけるとより楽しめるのではないかと思っております。それでは続きをどうぞ。こんなワンちゃん可愛すぎるですよ、でも植物やっぱそうなんですね。でも確か昨日も話も聞かず、遠く距離離れたところで同じ時間に植物は共鳴してたっていう。それはね、コロナ禍で、みんな外に出れないっていう時に、うちのあのヒデガルド の生徒さんたちは来たんです。それでもでみんなね、せっかく来たんだったらお祈りしに行こうって言って、そつなくお祈りして帰り際になんか呼び止められたんですね。でも呼び止められたけど、もうそんなまあいいやと思って、ちょっと進んで、ちょうど3メートルぐらい、先のにも歩いていったんだけど、はい、もう一回言われたんですよ、かった、匂いすみれだったの。で、匂いすみれはヒルデガルドが、使ったもので、過酷な、毎日とか過酷な、ものをこう癒してくれるっていう、エネルギーのある植物なんですね。だからちゃんと呼び止めているのになんで無視すんのみたいな感じで言われたんで、もう一回ごめんって言って、みんな引きすれて、もう一回戻るよって言って戻って、すいません、こちらがヒルデガルドの使った匂いスミレですって紹介させてもらったの。そしたらすごい喜んじゃって、どっちも喜んじゃって、みんなも写真バシ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 撮って、そして撮られたスミレの方もむっちゃ喜んで、もう歌ってるんですよ。で、それで、よかったねって思って帰ったのね。で、次の日に私の岩手の主催者さんから連絡があって、業務、事項だったんですけど、連絡だったけど、一回電話切って、またかかってきたんですよ。で、なんだろうなと思ったら、美恵子さん、昨日ね、美恵子さんに教えてもらったスミレのクリームを取ろうと思って、スミレが咲いてたから摘もうと思ったんですよ、そしたらスミレが、まだ私歌っていたいんだけどって言ったって言うんですね。で、何時ぐらいって言ったら、お昼ぐらいって言うから、ちょうどその頃だったの、だから植物ってなんかこう本当に距離があったとしても、私たちの思いっていうのと一緒で、パンって飛んでいっちゃう。テレパシー、宇宙時代のその UFO の風船っていうのも含めて、そういう、もう言語外のテレパシーで分かり合える感覚、いろんな役割を持っていて、例えば小笠原諸島のヘゴってシダ系なんです。シダってみんな北側のジメジメしたところで水をこう運ぶような役割だと思ってるでしょ、割とこうジメジメ、でもヘゴってもうすごいヤシの実みたいな、ヒュッと伸びて森のそのキワキワのところでパッと開いてるんですよ。もうあれは宇宙との交信と、そうなんですか。だからもうそれぞれが役割を持って生きている。なんかそのネイティブアメリカの人たちはなくし物をすると木に頼んでおくと、その木のネットワークで教えてくれるっていうのを読んだことがあるんですけど、もうそういう意味で全部ネットワークがつながってるわけなんですね。そうです、そうです。だから気化植物とか言うけど、みんな気化植物こう怖いって言って逃げちゃうけど、ちゃんと情報を、だって知らないとこ連れて行かれたら嫌じゃん。確かに確かに確かに。で、怖いし、怖いですね。だから頑張っちゃうわけですよ。だけど頑張らなくていいし、みんなウェルカムだよっていう風な場を作ってあげてたら、ちゃんと気化植物だって、わきまえて、そのエリアをもう増やさないでいてくれるんですね。そういうとこいっぱい知ってます。なるほど。だから怖がらなくていいし、もともとだって竹だって気化植物です。あ、そうなんですか。植物にそのないし、境界線、すごい調和してるんですね、彼らが。いろいろ教わること多いですね、自然体のあり方で。今お二人で結構いろいろな活動をやってらっしゃるんですか。
全国回ってる感じですね。そうですね、こっちが宮子さんが自然療法機構っていう、はい、自然療法になることをしている人たちを300人ぐらい集めて団体を持ってやってるんですけど、生体師さん、鍼灸師の人とか、はい、ホメオパスの人とか、うん、エネルギー療法の人とか、うん、普通に体操とかいう人もいるし、うん、音楽とか、ね、音楽とかいう食とか、うん、とにかく自分の体を整えることをやっているとか、うん、やりたいと思っている人たちの集まりです。うん、コミュニティが、うん、まあ、そこでリトリートとか、うん、イベントが、うん、この時代でも何の問題もなく、うん、そうですね、そこら中で起こるらしいね。まあ僕はそっちかと、どっちかというと今はそっちの方に注力してお手伝いすることが多いですけど、偶然ね、当屋でね、グリーンズでね、お会いさせてもらった時もリトリート、うん、あれはそう、今ここに感謝するって、ここっていうのは地球のことなんですけど、うん、今ここに感謝するっていうリトリートをやっていて、うんうん、その時本当に偶然で、はい、ちょうどね、翡翠塾で仙酔島で合宿やって、あ、ね、温泉に入ったら里犬ご夫婦がいらっしゃって、偶然ばったり、ああこんなところでねって、そういうの結構あるんですよ。で今度グリーンズ でピクニック、北海道で洞爺湖ピクニックで薄山ロープウェイ登って、山頂で里犬ご夫婦がまた行って、似てるなって言って、あの人里犬に一番似てるなって言って、そうですねって言って、里犬に俺似てるんだよなって、そうですねってコーヒー飲みながら優雅に過ごしてはずる里犬だって、わーってこんなところでみたいな、こんなことあるみたいな。その時初めてちゃんと挨拶させていただく機会だったので、今すごく生活の日本人の ね大事な美意識を取り戻すということと、うん、もっと新しい文明に開いていく感性っていうのは、うん、本当にそういう植物とね、うん、本当にそのコンタクトできるぐらいの繊細さで必要だっていう、うん、なんかそうですね、お二人のあり方から、うん、あと里健さんから教えてもらったの、その尊敬する方から学びに行ったら、うん、いやいや来なくていいよみたいな話、日本に、もともと日本にあるものが、日本から学ぶものがむしろあるみたいなことを、あれ違います、あれこんなに流暢に嘘つけるようになったんですか、僕すげえな、どっから読みましたけど、僕こんな流暢に嘘つけるんだ、ね、ちょっと自分をちょっとリスペクトしたくなりましたけど、そうそう、今サティシュクマさんが、はい、今月出された最新刊が、はい、エレガントシンプリシティっていうもので、はい、エレガントシンプリシティ、はい、前はシンプルってね、よく言われますけど、簡素に暮らすって言うけど、簡素にしてね、地球に迷惑かけないようにしようって、なんかこう頑張って、ちょっとこんなもの燃えてみたいけど我慢しようとか、殺風景な部屋にしていこうとか、物をね減らしていこうとかではなくて、まあミニマムで自分が好きな豊かさを感じるものに囲まれていればいいし、まあそれがエレガントである必要がある、シンプルだけじゃなくてエレガントにシンプルに生きると、自分も周りも豊かになるし、地球にも負荷かけずに生きることができるよっていう、まあテーマなんですけれども、そのエレガントシンプリシティの生活を世界で一番できてた人が日本人なんだよ、バビとかサビとかそうですし、まあ天皇陛下もね、いろんな国の首相が来て、逆にどっちかっていうと中東の方とかね、アラブの方とか行くときらびやかなところにお迎えされてね、中継されたりとかしますけど、日本に来ると花瓶が一個置いてあって、ね、その簡素さに世界中の人が感動したりしますけれども、まあ、そういう感性であるとか、何でしたっけ、僕この続きを僕が知りたい、そのために今質問させていただきます、環境学とかも、はいはい、まあ、世界最先端の、ある意味世界最先端の環境学っていうのをやってる、うん、まあ、生きとし生けるものがみんな豊かになれる環境学とかね、やってるんですけども、研究してるのは基本的には、江戸時代のエコシステムだったりとか、まあ、日本人がやっていた、まあ具体例では言ってなかったんですけど、僕が他から聞いた話だと、昔は魚を取りに行くってことがなかったと、で山を豊かにすれば、はいはい、その栄養が川を流れて海に来るから、
プランクトンが湧いて魚が寄ってくるんで、うん、魚が取れなくなってきたらみんなで山を、なるほど、あの手入れしてたっていう、うん、循環の思想、ね、その思想がもともと日本にやっぱね、うん、あったし、そういうところから僕ら学んでるんだから、日本人である君たちが来るところじゃないんだっていう。僕らでも、あの、うん、それも体の記憶だけになっちゃって、うん、思い出す必要があります。そうなんですよね、実体験、はい、だそれを思い出させてくれるのが、うん、僕はサティスさんだと思ってるんですね、はい、シンプルでありながらエレガント、それがもともと日本人が大事にしてる生き方だと、嬉しくなりますよね。シンプルエレガント、グリーンズのテーマです。そうです。急に変えましょうか。2022年から。あの、笑うかっていう部分やめましょうか。シンプルイズエレガントでいきましょう。急に NHK 感が急に出ますけど。すごいね、お昼感が出ますね。お昼の番組感が。かっこいいですね。かっこいい。いや、でも本当ですよね。すごい上品な感じが。生きかやぼかの日本人さ。いや、そうですね。エレガントさって世界からちょっと失われてるもん。確かに確かに。かにかにいや、本当そうですね。確かに儲かるか、ね、どうかみたいな、ね、地球がねもう真っ只中ぐらいになっちゃってきてるから、うん、いっぱいいっぱいになってね、うん、今だから大事ですね。でもその食から見直していく、うんうん、自分たちの生活の中で暮らしの中で、ね、身近なところから美しいエレガントさを整えていく、うんうんうん、今でも民芸とかすごい注目されてますよね。民芸ですか、うんうん、高価な、ね、美術品よりも暮らしの中の器っていうのが用の美ってね、うん、はい、あの用事の用ね、はいはいはい、必要性と機能性と使う人の、ね、はい、身になってそぎ落として一番こう究極の形を目指しているとこう立ち上がる美しさみたいな、まさにシンプルでエレガントがそう表現されてる、そうですね、うん、そういうものがまた脚光を浴びて、ね、いろんな人が取り上げたり、うん、雑誌でも、ね、取り上げてますけど、うん、なんでそういう意識にも、ね、やっぱ向いてきてるのかな、うん、って、ね、なんか現れてるんですね、うん、だから地球の未来を提案して くれてるカップルだよね。いや本当にすごく感動しましたね、うん、美と、ねね、その繊細な感性と、ね、うん、宇宙意識とか、うん、植物とかこう植物の対話、植物ってそんな喜んでくれるんですか。喜んでます。すっごい喜んでます、もう植物だけじゃなくて石も全部喜ぶ、私たちを叩いてくれてる、うん、石も叩いてくれる。でもそのヒルデガルトっていうその修道女はキリスト教の中、ガチガチのキリスト教の中で男性社会なんですけど、そこで声を出すことが本当許されるような時代じゃなかったのに、奇跡的に語って何もなかった、火あぶりもなかった人なんですね。まあ、ちょっと時代が早かったので、うん、でその時に言う言葉で言うと語った言葉で言うと自分の、まあ、人間っていうのは唯一その大きな存在を自分の中に持ってると、うん、神は人間になりたかったから人間を作ったんだという話があるんですね。で私たちの、まあ神という言葉をこう使うんであれば、うん、私たちの中に神がいると言っても過言じゃない、うん、ミクロの世界とマクロの世界の話をしていて、うん、そうなるとそういうふうにつながっているのは、うん、魂、そういう魂を持っているのは私たち人間だけだっていうんですね、うん、で植物とか鉱物とか動物とかはそれぞれ更新とか、うん、そういうのはできるけども、うん、光を自分の中に取り込んでいるっていう、うん、ものはいないんだって、うん、だから私たちのことを神様がこう大きなエネルギーが、うん、ちゃんとこう潜んでいるものだから、うん、大切にみんな生きてほしい。だから一人ずつが、うん、健康で維持しないと、うん、この世界がダメになっちゃうと、うん、一人でも欠けちゃダメなんだっていうね、うん、だからなんかそういうことが、うん、はい、話があります。うん、うん、美しいですね。グリーンズ、はい、頑張りたいね。急にそこに過ぎちゃったんですか。スイッチポイントが未だに分からないですけど、だってグリーンズね、シンプルエレガント、フリーフレッシュ、そうですね、グリーンにね、グリーンに本当に美しい緑にね、うん、意外と掲げてるテーマはね、大使です。心をグリーンズ、そうですね。心をグリーンズ、そうですね。僕らのミッションです、ね。そうですね。ライフイズエレガントシンプル。そうで変わった。急に変わった。さりげなく差し込んできたよ。もうなんかずっと言ってた感じのような流暢でしたね。
すごい差し込んできたから全部買いましょうか、もう。エレガント。いいですね。でも聞かれますね。すごい心惹かれますね。シンプルイズエレガントって。ずっとホームページそれ変えたくなりますね、僕。シンプルイズエレガント急遽変えようかなと思う。あの、お二人にとってエレガントとはって、どんな言葉になるんでしょうか。なるほど。エレガントとは。エレガントとはどんな言葉ですか。エレガントさっき話してましたね。なんか例えばこの事象がなんかエレガントを象徴してるなとか、このエレガントってこの言葉にすごくエレガントさを感じて、最近なんかにあの人間の言葉が分かんなくなってきて、なるほど。ちょっと僕らも植物にならなきゃ、植物が置かなきゃ。エレガントさのエレガントさって何ですか。エレガントさって何でしょうね。エレガントさのヒントをください。あ、でもね、僕が、僕らが仲良くしてる、あの正源っていうですね、アフリカのペイントアーティストがいるんですけど、日本人ですけどね、で彼がそのタンザニアに絵を学びに行った時に、そこのお世話になった村の長老の方が、とかいろんな村人たちが、正源今日空を眺めたかと、で眺めてないって言ったら空見てみと、で、あ、そうだね、今日綺麗だねって言ったら、明日も空眺めるよねって、眺めるよねって、分かりましたみたいな。また次の村人も今日正源空を眺めたか、明日も眺めるよなってみんな言ってきたそうなんですけど、それは周りの人からしたら自分にゆとりがないように見えてた。その空を眺めるっていうのはそのゆとりを取り戻すっていうことなんですけど、ゆとりがあると思いやりの心をちゃんと発揮できるし、感謝を伝えることができる。余裕がないとそんな気持ちを持ってても、それどころじゃなかったりとかね、できなかったり、持ってるのに発揮できないっていう、その心のゆとり、そういう意味での心のゆとりが、なんかエレガントさにつながってくるのかなという気が今突然しました。空を眺めたか、いいですね。僕らもそれ言いたくなりますね。全部里健さんとビーフとエッセンさんふんだんにすごい軽くなっちゃうかもしれない僕らが言うと途端にでも大事にしたいですね。なんかその空を見る余裕が自分の中にあるかどうかって、なんか、僕はその最近の本にも書いたんだけど、その日本人の、エレガントさっていうのは、その爆薬がその入ってきた時に、通常は他の国はあの山を爆発させて高温熱を取るっていうのに爆薬っていう技術を使ってたのに、なぜ日本人は爆薬を使って山から鉱物取らないんだって、でもそれは当時の、今の感覚はそのね、ちょっと違っちゃってるけど、昔の日本人は山を爆発させるって美しくない。じゃあ爆薬をどういう形で使ったかって言ったら、花火に使う、ね、美しいですよね。でその、なんか遊び心というか、喜ばせる、なんかそのいう遊び心と美しさを含んだものがなんか、自分なんか、共感するエレガントというか、なんか遊び心というか、確かにそうですね、みんなも喜ばせるってなって楽しいですよね。ユーモアと、それから、じゃあ最後まさくに、おかしいな、なんか嫌な予感しちゃうんですよね。こうね、多分ね、話聞いた時ちゃんと考えてるんですよね、この人。僕が相槌打ってる間に、僕が相槌打ってるのエレガントね、一番嫌なエレガントに決めてるね。いや、一番嫌なパターンですね。大人に囲まれた僕なんかも、僕はあの捕虜になったみたいな気持ちが最後は相当まさくその発言次第で、ニエゴさんがまた出てくれるかと。なるほど、ちょっと一旦空眺めてきてるかと。ちょっと5分ぐらい、5分10分ぐらい。北陸だからね、北陸冬ね、青空出てる。結構、今僕こんな気持ちです。新潟出身だから。わかります。僕も青森だからね。すごい僕今曇り空です、僕。すごい。最後、すごいんだろうな。まあめちゃくちゃなんか、なんか一番の先輩に囲まれた気持ちになってきた。何撮ってるエレガント。
これは全然浮かばなくなっちゃう。浮かんでないよ。だからそんなにちゃちゃいらないそんな。しかもそれラジオだから見えないからそのちゃちゃもね。今肘でグイグイやられましたけど。エレガントですね。何ですかね。またはあれでもいいよ、はい、あのエレガントって、はい、自分にとってはこんな感じかなっていう歌にしてもいい、はい、歌にしてもいい、もっと難しく歌い手じゃない、歌で表現してもいい、歌で表現するのが難しいですね。じゃ俳句にしても俳句の方が難しい、五七五が一番難しいで、逆に美しいですけどね、あれはあれで五七五で伝えるっていうのは、そうです、エレガント考えたことなかったですね、そのぐらいと見ると、うん、終われるのかな、終われますね。ちょっと3時間ぐらいいただけたらちょっとみんな雑談してもらいましょうかね、ちょっと。でも美恵子さん思い出しましたね、はい、エレガントですか、はい、いやそのね、本を読ませていただいた時に、はい、あ道っていうことも書いてたじゃないですか、 あれは海外に呼ばれた時に、うん、よく言われました、へ、うん、なるほど、だからなんとか道を教えてくれとか、日本人だったらみんな道を知ってだろうって思ってる、確かに確かに、でなんか、まあ、柔道を教えてくれって言われた時はみんなができるわけじゃないからって一応言いましたけど、確かに言われますね、でもね、向こうは古美道っていうのを教えてくれって言われて、古美道ってなんだろうって思ったら、勝手に作ってたんですよ、日本の古い古の人たちが作った美しさ、はい、それの道っていう、そんなのないんでしょ、日本にはないけど、スペインの人が勝手に作ってて、日本の美しさでしょって誰が言ったんだろう、うまいこと言ったなと思って、うん、で私も、私、まあ、それぞれみんな道は、はい、持ってるんですよね、一人一人、だから、うん、私もじゃあ道を作ろうって思って、楽行動って言って楽しい光の道っていうのを作ったんです、うんうん、可愛い響きが、ね、楽光の響きもあるし、そうそう、それも浮かぶし、ね、うん、でローマ字も決めたんですね、あ、そうなんですか、ローマ字も決めてた、ローマ字ね、はい、え、楽光ね、可愛いですね、ラー文字、ローマ字、ローマ字、RACCO、うん、あ、かわいいですね、CC、どうですか先生、かわいいですね、響きもいい、かわいいですか、あ、じゃあ使います、はい、素晴らしいですね、はい、道なんですね、そう、道っていうのが、で自然療法の話で、うん、その時は呼ばれたんですけど、うん、日本の自然療法は、うん、国的に、まあ、日本国的にはどういう位置づけになりますかって聞かれた、うんで正直言って、うん、自然療法士ってないんですよ、うん、で資格っていうのはねないんです、うん、もっとすごいですよって、うん、日本は暮らしの中で、うん、自然療法が行われてるんです、うん、先生はお母さんであったりおばあちゃんであったりするんですっていうふうに、うん、そうおばあちゃんの知恵、うん、確かに、それちょっとなんか自分で言ってびっくりしてたんですけど、うん、あ、こんなこと言っちゃったと思って、あ、本当だなって思ったんです、自分が言ったことに対して、うん、あ、本当だって、うん、だから私やっぱりこう自分もそうだったけど震災とかそういうものでもう知恵が寸断されちゃう、うん、各家族とかっていうよりも、うん、もう自然災害で寸断されてしまうっていうことに対して、うん、やっぱりこう守っていく、なんか試されているような気がするんですよね、うん、私たちが守れるものっていうのを海外の人がそうやって美しいと思ってくれていることを、うん、私たちはどうしてでも守らないといけないんじゃないかなって思いました、うん、なるほどね、素晴らしいですね、からの、ああ、行き忘れてませんでした、覚えてたんですね、なんか、ハムケタ、ずっと何か言いたそうだと思ったら、言いたそうだなと思ったら、そういうことだったんだけど、ね、美しい言葉出れば出るほど、僕はだんだん追い込まれていくという、そして雪もちょっと深くなってきたという、僕の心が思いっきり現れてますね。いや本当に今日僕、グリーンズやめるかもしれない解散して。解散して。じゃあさ、はい、全然出てこないです、まさかさ、自分で今まで生きてきた中で、はいはい、この行動って、はいはい、俺の人生の中で一番エレガントだったのかなっていう、なるほど、そういうことってあるじゃない、なるほど、自分でさ、まあ、振り返るとね、行動自然と出てきたものとか、うん、例えば俺だったら、はいはい、今年ね、リウマチになって入院したわけ、はいはい、で入院すると何が分かるかっていうから、うん、
とにかく普通のご飯がありえないぐらい美味しくて幸せなの、うん、あの病院食をずっと食べてて、うんうんはいはい、で出てきた時に町の、うん、そのタイレストランに入って、うん、あのグリーンカレー食べたの、うんあ、はい、あまりにも美味しくて、はいはい、あの1000円だったのに、はいはい、チップ1000円渡しちゃったの、ね、倍の、ね、喜びが感動が、あの思わずそうしたらもうすごい、うん、おばちゃんにハグされて、ハグ苦手なのに、ついさん、その時にそのこのグリーンカレーの美味しさをすごい気持ち伝えられて、はい、向こうもなんかお店やっててよかったみたいな言葉は分からないけど通じ合って、もうチップ1000円のチップを超えた交流、心の交流が生まれた時にちょっとこれエレガント、あなるほどね、エレガントあるある、こういうこういうなるほど、なるほど、今日やめませんね、もうこれなしにしますよ、ちょっと僕のエレガント旅を続けていきましょう、ただののろけばありがとうございます、なんか思いついたのがそれでしたね、ただのチャラい話でした、ね、ちょっと自分でかっこいいと思っちゃってというわけでね、はい、というわけでいいんですか、これ2022年、はい、2月にね、あの2月11日と12日でしたっけ、はい、はい、湯の里で、湯の里でね、11日の方が佐藤健さんと美恵子さんと翡翠さんのコラボイベントで、はい、宮沢賢治、湯の里の重岡社長も水の話を、まあ、最新情報をしてくださるのが11日で、僕がその司会役で両日参加させてもらうという形に、はい、なので今日の出来によって僕はいない可能性もありますけどもいつの間にか名前が消えてる可能性がある、それまでにエレカント追求しておきます、緊急課題ですねあのマトリックス研究してる前じゃないですね、ちょっとね、マトリックス研究してる、そうです、前じゃない、危なかったですね、ちょっと2月僕名前があるかどうかっていうところもちょっと注目していただけたら、グリーンズがマトリックスばっかり研究してる場合じゃないですね、そうですね、危なかったですね、日本のそうですね、あのコビ小尾道、小尾道ですね、道ですね、研究して、ちょっと緊急課題ということで、じゃあ2月はグリになってるかも、グリになってる、あ、僕渦だったんですそろそろかと何事もなかったかのようにサインチェーンズになって受け取ってる、サイン受け取ってる2代目のサインチェーンズがあの今日で僕最後になるかもしれませんがいいツッコミでした、ありがとうございます、ありがとうございます、お疲れ様、ありがとうございます、エレガント旅を続けます、ありがとうございました。お二人のことをなんか、まあ、あのなんかいろいろもっと知りたい方はどこを見ればいいんでしょうか。はい、僕は佐藤健、カタカナで佐藤健で調べていただくと、はい、会社名が焚き火っていうんですけど、あ、そうですね、佐藤健焚き火で出てきました。そうです、なんかイベントのスケジュールや、はい、まあ、半年に1回ぐらい更新してあのこのカニツアーも載ってましたね、なんかあのね、カニツアーの情報も載ってましたね、美恵子さんは、私はあの最近できたんですけど、はい、あの神様のラッパっていうホームページを、はい、自分のホームページを、あの作りました。すごいエレガントですね。そうですね。これがエレガントですね。言えばよかった、ね、神様のラッパ、後半にね。はい、後半にじゃあ、はい、お話しさせていただきます、あ、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、今日はありがとうございます、ありがとうございました、知りました、というわけでギャバン翡翠とサインチェンソー佐藤健と、あ、早いです、あ、僕いなくなってる、もういない、僕いなくなっちゃった、もうなんか消されるバックトゥーザフューチャーで写真から消えてく感じの僕だった、フェードアウト、危なかった危なかった、佐藤健がずっといなかった、最初からいなかったのかな、僕音響ばっかりだったんですかね、その編集と音響だったんですかね、危ない、2022年からなってるかもしれない、代替わりが起きてる感じです、まさと佐藤健さんの名前を言ってもらっていいですか、佐藤健と美恵子の笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、めっちゃええやん、めっちゃええやん。